こんにちは、天然酵母パン造の椿ばきるみこです。今日は油脂の使い分けっていうことをテーマにお話ししたいと思います。えー、パンの中に入れる、えー、材料ですね。えー、油脂はまあバターが代表的なものかも。 と思うんですがバターとかあとマーガリンであるとか、えー、ショートニングあと油ですね植物性の菜種油とかオリーブオイルあと、まあ、香りよくするためにごま油を入れたりするパンもありますが、えー、そういう使い分けをどう,どうしたらあのどういうパンにしたらいいかっていうことをお話ししたいと思うんですがまず、えー、とパンに香りを つけたいとか豊かなそのバターの風味とか、えー、リッチななパンに仕上げたいいとと思うう場合はバターを使うことが多いですねあの独特のやっぱりニューの風味がありますのでそれを生かしたパン作りをしたい場合は、えー、バターを使う、まあ、あとちょっと抑えたところでマーガリンを使うとかありますがそういうものが、えー、邪魔をしてやっぱシンプルなあのパンを作りたいっていう場合に。 ショートニングを使います。ショートニングっていうのは、まあ、植物性なんですが、あの色も白いし、えー、香りも全然ないので、えー、まあ、とても便利というか、素材の香りを楽しみたいって思う場合には、えー、小麦の香りとかですね、あのショートニングを使われると、えー、引き立つっていうことがありますね。あとあの少し多めに使うとサクサク感がやショートニングの方が出るかなって。 思います、まあパンの種類によってなんですが、えー、そういうふうに使い分けていただけたらいいなと思ってます。あと植物油ですね。植物油はあのー、うちのレッスンでも動物性のものを使いたくないとか使わないパンのメニューで、えー、ナタネ油が活躍します、えー、ベジタリアンのメニューで、あのー、シュトーレンとか。 うちはねやってるんですがその時にも菜種油をバターはね使わないで、えー、菜種油を使うことがありますがとてもあっさりした仕上がりでちょっとね生地のあのー、扱いはバターとはね少し変わってくるんですけどあのー、パイ生地も菜種油を使ったり、えー、植物性のものでやったりしますので、あのー、まあ何でもお好みで。 使い分けていただけたらいいなと思いますオリーブオイルもその点ではあのイタリアンのパンなんかに、えー、フォカッチャとかですね、えー、ピザとかには、えー、利用していただけると香りが引き立ちますのでいいかなと思いますはい、えー、パンの、えー、パンの生地にどういうふうに使い分けていくかっていうお話ですがまあ、香りを楽しみたいなと思う時にはバター 香りを抑えたいなと思う時には植物性の香りのしないショートニングであるとかヌたネオブラを使っていただけたらいいなと思いますご参考にしていただければ嬉しいですそれでは